こんにちは。スマユーチャンネル編集長のあゆむです。カメラを新しくして撮影しています。ちょっと前回はね、結構暗い時間に撮ったので真っ暗だったんですけど、今回はね、明るい時間に撮影しています。さて、今回もレディースアパレル、そして雑貨の専門店を全国展開する会社さんになります。優待の内容も全然違うのでご注目ください。今回ご紹介するのはパレモホールディングス株式会社さんです。パレモホールディングスさんは東証2部と名証2部に上場しています。そして2021年2月期の売上高は182億円。いやー、桁が違いますね。すごい。アパレル事業と雑貨事業が2本柱になります。アパレル事業では女性向けにリラックスナチュラルからカジュアル、エレガント、モード系などの年齢層や品揃えで区別した複数のブランドを展開しています。イオンモールなどのショッピングセンターを中心に280店舗以上のお店があるんですよ。雑貨部門も110店舗以上のお店があります。特に力を入れて展開されているのが300円ショップのイルーシー300。可愛い雑貨とか日用品が税込み330円でたくさん揃ってるお店ですね。そんなパレモホールディングさんの優待は何でしょう。はい、では早速優待の方を紹介していきたいと思います。パレモホールディングさんの優待はクオカードもしくはカタログギフトになります。300株以上、1000株未満の株主さんはクオカード1000円分、そして1000株以上の株主さんは3000円相当のカタログギフトがもらえます。最近の株価は170円ぐらいなので、300株でクオカードをもらおうと思ったら大体投資金額約5万円ぐらいになりますかね。割とハードルは低めな気がしますね。今回は1000株未満の保有だったのでクオカードをいただきました。こちらになります。ちょっと入れ物って感じなんですけど、中にはこういうね、見たことあるやつ、クオカードが入っています。かわいい花束になってる。でクオカードはコンビニとか薬局とか本屋さんとかいろんなところで使えるっていうのが結構強いですよね。カタログギフトは普段自分では買わないようなものとかが選べたりするからすごい楽しいですよね。まあ、そちらはちょっとまた機会がありましたらご紹介いたします。そしてこちらのクオカードと一緒に第36期の報告書も一緒に同封されていました。ちょっと見てみたいと思います。こちらには代表取締役社長の吉田さんのご挨拶だったりとかインタビューが丁寧に記載されています。そしてこちらのページは展開しているアパレル事業の展開状況ですね、概要だったりとか出店退店などの詳しい情報が書いてあります。そしてこちらのページが財務諸表、売上高や営業利益などの具体的な数字の部分ですねが記載されています。こちらには企業データと、役員や株主様の構成についてなどですね書いてあります。さて、たくさんおしゃべりしたところでスマイルポイントのコーナーに入っていきたいと思います。スマユーポイントでは優待の内容と株式保有に必要な情報を確認したいと思います。優待の権利確定月は2月。優待は300株以上、1000株未満の保有で1000円分のクオカード、1000株以上の保有で3000円相当のカタログギフトがもらえます。この動画を撮影している2021年5月の株価は160円から180円の間くらいです。優待をもらうには300株は必要なので、その場合5万円前後の投資金額が必要になります。はい、というわけで今回はパレモホールディングス株式会社さんの優待の紹介でした。
洋服自体もねすごい可愛いので、女性とかお子さんがいらっしゃる方はぜひ注目してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。じゃあ次回も楽しくお送りしていくので、また見に来てくれると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。またねー。